サージョン・マレーは、スコットランドの海洋学者、海洋生物学者、近代海洋学の開拓者の一人とされる。バスクン賞ライト・コマンダー君尺氏、王立協会フェロー、王立スコットランド地理学協会フェロー。カナダのオンタリオの生まれ、後スコットランドに移り、エディンバラ大学に入る。その学生時代に、チャレンジャー号探検に参加。博物学者として、プランクトン、 海底堆積物、珊瑚礁の調査を主に分担した。プランクトンの研究においては、海洋漁業の科学的調査の面から新しい方法を導入し、海洋地質学を開き、珊瑚礁の研究では、ダーウィンの説の欠点を改めた。探検隊長であったチャールズ・ワイビル・トムソン・ナキアとは、チャレンジャー探検の資料整理及び報告書の作成の主任を務め、 50巻にわたる膨大な学術報告書を次々と発行した。1895年には長年の海洋学への貢献に対して王立地理学会から金メダルを贈られた。J. マレーは植物の学名で命名者を示す場合にジョン・マレーを示すのに使われる。ウィキメディア・コモンズにはジョン・マレーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。